ネットで見つけた怖い話。第5577話、空室。バイト先で起こった、地味に怖かった出来事。カラオケ店で働き始めてそう2ヶ月。確か昼夕方の一人勤務の日だった。フロントに並べられた伝票を見て、今日も混んでるな、一人で大丈夫かな、などと思いつつ、特に問題はなく黙々と仕事を進めていった。昼のフリータイムが終わりに近づく夕方頃、急にお客さんが一斉に帰ったので部屋掃除をしようと空き部屋を巡回した。1、2、5、6、11。うろ覚えだがこのような番号順に部屋の掃除をしていった。最後の11番の部屋を少し片付けたところで、俺は、一旦フロントに戻り伝票に書かれている退出時間などを確認した。ん？俺は、不審なことに気づいた。その時にお客さんが使っている部屋の伝票の中に、なぜか11番の伝票が紛れていたのだ。11番は確か空き部屋のはず。なのに会計がまだ済んでいないことになっている。俺は、とりあえず新人なりに考えた。もしかして、俺がフロントを離れて掃除してる間に、11番のお客さんは金を払わずに帰っていった。俺は、慌てて、受付表に書かれている11番のお客さんの電話番号に連絡した。すると相手はすぐ電話に出たので、俺は、柔らかい口調で支払いを促した。相手、もしもし、俺、カラオケ〇〇店の〇〇、俺の名前、です。お客様は先ほど当店をご利用されたのですが、お支払いが済んでいないので、お手数ですがもう一度ご来店して代金をお支払いいただけますか？相手、あ、今〇〇にいるんですよ。今からそっちに行きますね。相手の言った〇〇がよく聞き取れないまま通話終了。とりあえずちゃんとお金を払ってくれるということで俺は、ほっとした。その数秒後、どこかの部屋から、こちらフロントに向かってくる足音が聞こえた。ごめんなさい、電話されたので、今払いますね。お客さん、今までどこにいたの？疑問に思った俺は、そのお客さん、女子高生、に今まで使っていた部屋を訪ねた。11番です。俺は、お客さんの勘違いかと思い、廊下に連れてきてもう一度訪ねた。11番の部屋を指さす。ここにいました。俺は、混乱したまま、フリータイムで入っていたそのお客さんに、お金を払ってもらうと、結局何も言えずにレシートを渡して無理やり返してしまった。お客さんは何とも思っていないようだったが、こちら側としては本当に申し訳ない。その後しばらく考えを整理することにした。どういうこと？俺さっきまでこの部屋を掃除してたんだぞ。もしまだあのお客さんがいたなら、ドアは開いていてもお客さんの荷物くらいは残っていたはずだ。オーダーだってドリンクバーを飲み干した感じで、食べかけは一切なかった。もしかしてトイレに行っていたんじゃないか。それでもおかしいな。すぐこの部屋に戻ってくるはずだ。俺の中じゃ11番はどう考えても空き部屋だったんだ。そう判断しない限り部屋の掃除はできない。あれ、待てよ。伝票には3名ご利用と書いてあるのに、なぜあの女子高生のお客さんしかフロントに来なかんだ。謎が謎を呼び、わけがわからないままフリータイム終了。また退出ラッシュになり、俺は、さっきと同じく空き部屋を巡回した。10番の部屋に入ると、テーブルには先ほど11番のお客さんに渡したレシートが置かれていた。オチがいまいちでごめん、今読み返すと意味不明な部分が多いな。だけど信じてくれ、俺の仕事上のミスか単なる勘違いかは別として、本当に怖かったんだ。簡単にまとめれば、いないはずなのにいる。だよ、霊的でも人間的でもない怖さ。そもそもバイトしてるカラオケ店が怪しいんだよな。誰もいない部屋からインターホンが。どうしよう、自分で書いてて怖くなってきた。
長文そして乱文失礼しました。まさかこんなにレスつくとは思ってなかった。ありがとう。これはもしや時空の歪みという類？もう一度思い返してみたが、そういえば14時頃に男の子が、帰ります。とそのまま店を出て行ったんだよな。フリータイムで入ってるお客さんの連れかな？と思ったけど、もしかしたら女子高生の友達だったのかもしれない。それから、11番と10番のお客さんは知り合いだったりして、今となっては検証不可。何度も申し訳ない。たった今思い出しやがった。電話でお客さんの言ったについてだけど、俺は、聞いたことのある地名に聞こえた。その時は実際カラオケにいたし、俺の単なる聞き間違いかと。しかし本当に時空が歪んでたとしたら。ネットで見つけた怖い話。第5578話、ヒカと金魚鉢。バイト先で起こった、地味に怖かった出来事。カラオケ店で働き始めてそう2ヶ月。確か昼夕方の一人勤務の日だった。フロントに並べられた伝票を見て、今日も混んでるな、一人で大丈夫かな、などと思いつつ、特に問題はなく黙々と仕事を進めていった。昼のフリータイムが終わりに近づく夕方頃、急にお客さんが一斉に帰ったので部屋掃除をしようと空き部屋を巡回した。1、2、5、6、11。うろ覚えだがこのような番号順に部屋の掃除をしていった。最後の11番の部屋を少し片付けたところで、俺は、一旦フロントに戻り伝票に書かれている退出時間などを確認した。ん？俺は、不審なことに気づいた。その時にお客さんが使っている部屋の伝票の中に、なぜか11番の伝票が紛れていたのだ。11番は確か空き部屋のはず。なのに会計がまだ済んでいないことになっている。俺は、とりあえず新人なりに考えた。もしかして、俺がフロントを離れて掃除してる間に、11番のお客さんは金を払わずに帰っていった。俺は、慌てて、受付表に書かれている11番のお客さんの電話番号に連絡した。すると相手はすぐ電話に出たので、俺は、柔らかい口調で支払いを促した。相手、もしもし、俺、カラオケ〇〇店の〇〇、俺の名前、です。お客様は先ほど当店をご利用されたのですが、お支払いが済んでいないので、お手数ですがもう一度ご来店して代金をお支払いいただけますか？相手、あ、今〇〇にいるんですよ。今からそっちに行きますね。相手の言った〇〇がよく聞き取れないまま通話終了。とりあえずちゃんとお金を払ってくれるということで俺は、ほっとした。その数秒後、どこかの部屋から、こちらフロントに向かってくる足音が聞こえた。ごめんなさい、電話されたので、今払いますね。お客さん、今までどこにいたの？疑問に思った俺は、そのお客さん、女子高生、に今まで使っていた部屋を訪ねた。11番です。俺は、お客さんの勘違いかと思い、廊下に連れてきてもう一度訪ねた。11番の部屋を指さす。ここにいました。俺は、混乱したまま、フリータイムで入っていたそのお客さんに、お金を払ってもらうと、結局何も言えずにレシートを渡して無理やり返してしまった。お客さんは何とも思っていないようだったが、こちら側としては本当に申し訳ない。その後しばらく考えを整理することにした。どういうこと？俺さっきまでこの部屋を掃除してたんだぞ。もしまだあのお客さんがいたなら、ドアは開いていてもお客さんの荷物くらいは残っていたはずだ。オーダーだってドリンクバーを飲み干した感じで、食べかけは一切なかった。もしかしてトイレに行っていたんじゃないか。それでもおかしいな。すぐこの部屋に戻ってくるはずだ。俺の中じゃ11番はどう考えても空き部屋だったんだ。そう判断しない限り部屋の掃除はできない。あれ、待てよ。伝票には3名ご利用と書いてあるのに、
なぜあの女子高生のお客さんしかフロントに来なかんだ。謎が謎を呼び、わけがわからないままフリータイム終了。また退室ラッシュになり、俺は、さっきと同じく空き部屋を巡回した。10番の部屋に入ると、テーブルには先ほど11番のお客さんに渡したレシートが置かれていた。オチがいまいちでごめん、今読み返すと意味不明な部分が多いな。だけど信じてくれ、俺の仕事上のミスか単なる勘違いかは別として、本当に怖かったんだ。簡単にまとめれば、いないはずなのにいる。だよ、霊的でも人間的でもない怖さ、そもそもバイトしてるからオケ店が怪しいんだよな。誰もいない部屋からインターホンが。どうしよう、自分で書いてて怖くなってきた。長文そして乱文失礼しました。まさかこんなにレスつくとは思ってなかった。ありがとう。これはもしや時空の歪みという類？もう一度思い返してみたが、そういえば14時頃に男の子が、帰ります。とそのまま店を出て行ったんだよな。フリータイムで入ってるお客さんの連れかな？と思ったけど、もしかしたら女子高生の友達だったのかもしれない。それから、11番と10番のお客さんは知り合いだったりして、今となっては検証不可。何度も申し訳ない。たった今思い出しやがった。電話でお客さんの言ったについてだけど、俺は、聞いたことのある地名に聞こえた。その時は実際カラオケにいたし、俺の単なる聞き間違いかと。しかし本当に時空が歪んでたとしたら。ネットで見つけた怖い話。第5579話。ヒカトキンよ。大した話ではなけいですが聞いてください。私が5歳の時のこと。当時は両親と一緒に一つの部屋に雑魚寝してました。夏だったのでドアは開けっぱなし。ある時目が覚めてふと隣の部屋を見ました。そしたら大人の目の高さぐらいに光が2つ見えました。何かの目が光っているようでした。私は、幽霊だ。と思い隣で寝てた親を起こそうとしましたが、どちらも、幽霊なんているわけないでしょ、むにゃむにゃ、みたいに取り合ってくれませんでした。仕方ないので布団に潜って震えてたらいつの間にか寝ていました。次の日の朝、隣の部屋を確認しましたが、何もいませんでしたし、光るようなものもありませんでした。親に話したもののやっぱり取り合ってくれませんでした。両親は幽霊とか絶対信じないタイプでした。ただ唯一不可解だったのは飼っていた金魚がみんな水槽から消えていたことです。その時は、昨日の夜見たのは野良猫の目で金魚食べちゃったんだ。と意味のわからない納得をしました。けどそんなはずはない。母が虫が大っ嫌いで暑くても網戸は絶対に開けないので、猫が家に入ってくるわけがないんです。小さい時の話ですがはっきり覚えています。時々思い出してあれは何だったのかと考えます。長文失礼しました。大して怖くもない上に落ちもないんですが、似たような体験談あったら教えていただきたいと思い。ネットで見つけた怖い話。第5580話、読み上げる男。972です。今現在進行中の話を聞いていただければと思います。私自身にとってこれまでの人生で一番怖い思いをしていますので、何かアドバイスなどあればよろしくお願いします。私は、現在経験に住んでいます。先日残業をこなして、深夜に帰宅途中。車通勤です。FM を聞いていたのですが、何の気なしに交通情報に。チャンネルを合わせたところ、男性の声。いつもは聞き取りやすい女性。のアナウンス。でゆっくりと数字を読み上げていました。頭の中が？になったのですが、深夜なので試験放送？でも、してるのかと思い、FM にチャンネルを戻しました。しばらく普通に、走っていたのですが、頭の中に太い違和感というか、と思うこと。があり、再度交通情報の看板がある場所に到達した時に2チャンネル。
お合わせました。すると通常通りの放送になっていました。やっぱり試験放送かと納得して、FM に再度切り替えようとした時でした。ものすごいノイズが入り、先ほどの男性の声で数字を読み上げます。交通情報区間が切れてしまうと思い路肩に車を停車させ、男性の読み上げる数字を聞きました。するとやっぱり読み上げているのは私の車のナンバーなのです。新手の取り締まりかとも思い周りをキョロキョロしましたが、誰もいませんし、車も通っていません。なんだか怖くなり急いで家に帰りました。ネットで見つけた怖い話。第5581話。やばいもの。エイトルームシェアしてた頃の話。その日は友達と遊んでたんだけどだんだん気分が悪くなってきて家に帰ることにした。最寄り駅まで着くと、これは病院行った方がいいかな？って思うくらい悪化。A に病院に行くかもしれないことを伝えようと電話してみたら出ない。何回も電話しても出なくて嫌な予感がして A 字を急いだ。途中何気なく見たカーブミラーに黒い大きな物体が走ってくるのが見えた。が、周りには何もない。直感でこれはやばいものだと思って早く家に帰って安心したい。でも家に近づくにつれ動悸、めまい、吐き気がひどくなる一方で救急車呼ぼうか悩んだけど。今いるところの住所がわからないし家は近い、休んだら良くなるかもしれない。とりあえず家に着いてから考えようとなんとか帰った。玄関を開けたら部屋から明かりが漏れていた。A はいつも寝るときは電気を消している。おかしいなと思いリビングの電気もつけずに真っ先に部屋に向かう。ここは開けちゃダメだと思いながらも、恐る恐るドアを開けたら、足が見えた。そこから目線を上に上げると、A が首を吊ってた。病院に運ばれたが結局 A は助からなかった。警察の話だと死亡推定時刻は私が気分が悪くなってきた頃だった。A が死んでからもしばらくは私の傍らにずっと A がいた。死んだ時の格好のままで。ネットで見つけた怖い話。第5582話、火災旋風。ビップいた。リア充どもに怨念を込めてクリスマス関連の怖い話しようぜ。より、一通り書き終えた後に、これビップよりもシャレコア向け。じゃね？と思ったので転載します。多分6から7レスくらい使います。一個思い出した。俺が学生時代、リア充じゃないけど男友達ならたくさんいた。そんな中、クリスマスになってリア充はカップル連れでどっか行ったが、取り残された俺たちは友人の実家でパーティーすることになった。ただのパーティーだとつまらないから、と季節外れの百物語をやることにした。よくある、夏の夜中に階段を離すたびにろうそく一本消していく。あれな。940。忍法帳。LV イコール 14XXXPT。2プラス0。3。でも、冬だし暖房壊れてるし。こたつだけだと上半身寒いから、ということで、逆に階段一個話し終えるたびにろうそく一本ずつつけて温まろうぜ、って話になった。本来夏にやるものを冬にやるから、逆につけていくのも一興だろ、ってね。そして出てきたのが、ろうそく100本刺さったクリスマスケーキ。もはやケーキとは言えない、まさに異様だった。酒が入っていたせいかその異様を見てみんなで大爆笑して、一通り笑い転げた後、明かりを消して早速階段を始めたんだ。本当に100話話し終えたら幽霊が出てくるのか？と一部の人は怖がって、一部の人は興味津々で、俺みたいな一部の人はどっちでもいいやって気分で。ローテーションで階段をするたびに点火用のろうそくを持って、一本、また一本と火を灯していった。点火用のろうそく一本だけで真っ暗だった部屋が、徐々に明るみを帯びて、みんなの影が、ゆらゆらと揺れていくのがなんかリアルだった。みんな火をつける場所はバラバラで、中央の方に火をつける人もいれば端っこの方に火をつける人もいた。
そして100話まであと15話あたりにまで差し掛かったとき、異変が起きた。部屋の中で風もないのにろうそくの火がまるで風が吹いているかのように、流れるような炎を上げ始めた。それでもお構いなしに階段を続けてはどんどんろうそくに火をつけていく男ども。そして、あと10話くらいになったとき、突然炎が大きくなり、まだついていないろうそくにも一斉に火がつき、猛烈な大火炎となった。それを見た俺は、やばい消火器だ。って玄関までダッシュして。いつも玄関に置いてあるので場所は知ってた。玄関の消火器を抱えて、部屋に入ると炎は天井まで届いていよいよやばい状況になっているのに、みんな唖然としてそれを眺めている。942、民法庁。LV イコール 14XXXPT 2プラス03おい何やってんだよお前らって俺が叫んでもみんなポケーってしているようなのでもうお前ら真っ白けになっても知らねえぞって感じで消火器を大炎上しているケーキに向かって吹きつけた。なんとかケーキの炎は消えたみたいだが天井に燃え移ったみたいでそっちにも消火器をぶちまけた。そこでみんな我に返ったみたいで、お前せっかくのケーキになんてことしたんだよ。って真っ白けになった姿で落切れされた。俺は、黙って天井を指さした。そこには火が燃え移って穴が開いていた。そこでみんな事情を把握できたみたいだった。天井にも消火器ぶちまけたので見た目上は、鎮火できたようだが、念のため消防車呼んだ。みんな曰く、別に炎は大きくならずに普通に階段しながら一本一本とつけてたよ。あと最後の二本だったのに。って口々に言うが、俺から見たら最後の十本で大炎上したあたりから何も話さなくなってた。遅れて到着した消防士に見てもらい鎮火を確認してもらって、その後状況を説明したら、ああそれ火災旋風ですねー。って言われてその時は、何それ美味しいの?状態だったけど、後でググっておおよそ把握できた。でもまだ疑問が残る。火災旋風って、無風状態でもろうそく集めるだけで起きるもんなの?てか、なんで俺以外大炎上していることに気づかなかったの?結局この二つはわからずしまい。めいり苦しみます。このレス書いた後でもう一つ思い出したなぞ。俺が消火器取りに階段駆け降りていったとき、みんなは、俺くんそこで丸々君の話聞いているふりして寝てたじゃん。手間顔で言ってた。確かに酒のせいか、途中少し眠たくなって。一時はこくりこくりと船こいでいるところまでは来ていたが、完全には眠ってはいないし、終盤近くで急激に目が覚めてきたし、そもそも寝ていたら大火炎になど気づかないはず。もしその話が本当なら、その眠っていた人は誰だったのだろう。もし本当に。それが俺で、消火器取りに行っていなかったら俺たちどうなってたんだろう。6から7レスって言ったけど5レスで終わったな。わら。俺からは以上です。めいり苦しみます。ネットで見つけた怖い話。第5583話、テープの声。今から10年ほど前、俺が通ってた中学校は A 県 MCM 中学校だった。恐れ山のある町を検索すればわかると思う。校舎は3階建てで職員室側と教室側に分かれてた。職員室側は1階が給食室、2階が職員室、3階が音楽室と視聴覚室だった。この話はその音楽室に関わる話。後から聞いた話だと、音楽室に関係のあった女の子が自殺してたって聞いたけど本当かどうかは知らん。ただ、音楽室を通り抜けた先に階段があって、屋上に抜けるための階段が封鎖されてたのは覚えてる。弟の時にも、その中学で自殺があったから割と本当のことかもしれない。でも、俺は、心霊現象とか呪いははっきり言って嫌いだし信じたくない。だから、誰か科学的に説明してくれると助かる。未だに耳に残ってるから。
俺が中学2年の合唱発表会の時だった。確か曲は、少年時代、を歌った気がする。曲を決めて初めての音楽の時間で、伴奏の女の子は音楽室、それ以外は向かいの視聴覚室で練習をした。最初の練習だったから、楽譜を渡されて CD 聴いてるだけだったけど、音楽の先生はうちの担任で、ショートカットの女の先生だった。俺らの代でみそじになってよくからかわれてた。その先生がお手本のピアノ演奏を吹き込んだカセットテープが問題だった。次の日、朝早くに学校に行くと伴奏の女の子がヒステリックに先生に話をしていた。その女の子はバスケ部で気が強く、ヒステリックになることはよくあった。しかし、その時変だったのは異様なまでに怖がっていたのだ。女の子の周りにはいつも朝早く来るメンツが集まっていて、数は5から8人ぐらいだったと思う。その女の子が言うには、伴奏の途中に変な声が入っていた。何かと思って耳を近づけたら変な言葉が聞こえる。家で一人で聞いてたからすごく怖かった。昨日も電話した通り先生に説明してほしい。とのことだった。先生は、テープは新品を使って音楽室の機材で録音したからそんなはずはないんだけど、と女の子をなだめながら説明した。女の子は先生に非がないのを知って余計に怖くなったのか、とにかく聞いてください。聞きたくないので隣のクラス行ってます。と言って教室から出て行った。先生は教室にあるラジカセでそのテープを最初まで巻き戻した後、再生ボタンを押した。さあ、というノイズとともにピアノの伴奏が流れ出す。最初の1分ほどは普通の伴奏だった。まだかよ、と思ってた頃にそれは来た。ピアノの伴奏が急になくなり、さあ、というノイズだけが聞こえた。次の瞬間、聞き取れないほどの早口で何かを喋っている女性の声が聞こえた。それは決して止まることなく、20秒ほど続いた後にプツリと終わり、すぐピアノ伴奏の続きが流れてきた。うわ、何これ。俺たちだけではなく、先生までもが顔を真っ青にしてその場に立ちすくんでいた。女性の声は明らかに機械で早送りにした感じではなく、人間では不可能なほどの早口で何かを喋っている。俺たちの一人が先生に、録音の機械とか壊れてたんじゃ。と聞いた。先生が、私他のクラスの伴奏も昨日録音したからそれはないと思うけど、とつぶやくように言った。その時、俺らの中の放送部のやつがこう言った。放送室の機材でスロー再生したらどうすか？この一言が、今でも俺の耳に残る、その声の原因になった。放送室に行ったものの機材のスロー再生機能は申し訳程度のもので、ほとんど速度は落ちなかった。そこで、ちょっとでも聞こえるようにと音量を上げていくうちにかなりの大音量になった。放送室には窓がなく、部屋自体も狭かったのでスピーカーの音がよく聞こえた。カセットテープを早送りし、問題の部分が聞こえる手前で止めた。カチッという音とともにピアノ伴奏が流れ出した。音量はかなり大きく耳が痛くなるくらいだった。そして、先ほどの再生よりわずかに音がゆっくりになった。ピアノの伴奏が急に途切れ、さあ、というノイズだけが流れる。次の瞬間、ラジカセで聞いた時と桁違いの大音量で女性の声が流れる。女性の声は相変わらず早口だが先ほどよりは聞きやすかった。そして、わずかにだが聞き取れる単語があった。それは、心臓がバツ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 して、心臓がバツ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 、心臓がバツ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 、心臓がバツ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 バ
バツ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 、心臓がバツ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 、心臓がバツ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 、あーあーバツ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 、心臓がバツ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 、あー心臓がバツバツバツ、あー心臓がバツ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 、あーバツ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 、あー心臓がバツ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 、心臓がバツ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 、心臓がバツ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 、あーバツ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 、心臓がバツ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 、あーバツ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 、心臓がバツ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 、心臓がバツ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 、あーバツ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 、プツンと音が途切れ、いつものピアノの伴奏が始まった。聞こえてきた言葉の異様さに心臓がバクバクとなっていた。先生が、私音楽室にいつも一人でいるのに聞かなきゃよかったと言った。そうして先生は、俺たちに無駄だと思うけどと一応の口止めをして、そのテープを持って行った。そのテープがどうなったのかはわからない。その後2ヶ月くらい先生が一人の音楽室で大音量で音楽流しまくってて笑った記憶がある。笑ってのが、俺が中学の時にあった話。伴奏の女の子は、心臓がって言葉と血管、血液って言葉が聞こえたらしい。通過長文書き込めねえぞクソがー。どういうことだ、おい。まあ、ふざけるのは置いといて。これ本当にあった話なんだけどどう思う？これがあったせいで、いまいち怖い話見ても否定できない通過。たまに本当にあるのかもなって信じちまうんだけど。心臓がどうしたのその人。ああ、あのあたりから見て勝手に叫び声だと思って余計怖いんだけど、本当に霊的なら自殺した女の人の声ってこと？断末魔的な。っていうか伴奏の女の子はその早口をどうやって聞き取ったの？伴奏の女の子は家でピアノ練習するためにカセットかけて、何か変な音聞こえると思ってアンプに耳を近づけたら、聞こえてしまったらしい。すごいパニックになってたそうだ。質問は何でも受け付けるよ。あと心臓のところは叫んでた。耳を近づけて聞けば聞き取れる程度の早口ってことは、人間が言うのも可能かもしれないよ。スローにしないと聞き取れないレベルだと人間にはしそうだけど。そりゃそんなの聞いちゃったらパニックだよ。しばらく一人で過ごしたくなくなる。心臓が、箸塚で突然叫び出したのか。余計怖いわ。103。残念ながら聞き取れるところは心臓だけで、それ以外は何か喋ってるんだけど早すぎて聞き取れなかったんだよ。多分人間が喋れるスピード超えてると思う。誰か俺に納得のいく回答をくれー。その後伴奏の女の子はどうだったの？106。怖がってたけど昼頃には戻ってたよ。というか本当にカセットテープに変な声が吹き込まれてるだけの事件だった。その後何かあったわけでもないし。なんとなくわかるから大丈夫。それって本当に超早口？滑舌悪い人が早口で言おうとして言えてなくて聞き取れない可能性は？先生が録音してから女の子に渡るまでの間テープが先生の元から離れてたら、その間にいたずらされたかも。109。キュルキュルって感じで人の声ってわかるんだけど、聞き取れないって感じだったんだよ。滑舌は心臓がすら早口すぎてギリギリ聞き取れたくらいだから、多分違うかと、というか明らかに人間が出せる声じゃなかった。先生が録音してから渡すまでは、わからん。まあそれが一番合理的な答えだよね。
ネットで見つけた怖い話。第5584話、叫び声。流れを読まずに問うか、多分怖い、と思う。2年前のことなんだけど、私が行ってた高校で怖い目にあった。後から友達や先輩に聞いたところによると、もともとそういう噂が多い学校だったらしい。高校は、第1、第2、第3校舎があって、それぞれが内部通路と外通路でつながっている。校舎はすべて4階建てだけど、通路があるのは3階と2階だけで若干めんどくさい。昼間はどの校舎も昇降口から出入りできるが、6時を過ぎると生徒の下駄箱がある第1第2校舎しか開いていない。ちなみに3階の外通路は6時半以降は鍵がかけられてしまう。第3校舎は学級はなくて、特別教室と保健室があるだけだ。そのせいか他の校舎より少し古いままで、特にトイレが薄気味悪かった。私が怖い目にあったのは、その第3校舎でのこと。うちの学校は部活をやっていても問答無用で7時になると職員室以外オール消灯される。6時以降の部活には顧問の先生がつくことが必須なので、生徒だけで7時まで残ってしまうことはまずない。生徒だけの場合は第1、第2校舎の自分のクラスにいることがほとんど。そもそも放課後は部活以外第3校舎にいる必要がない。これを踏まえて人的なものか霊的なものか考えてほしい。私の部活は第3校舎4階でやっており、位置的には最も夜怖い場所だった。階段から遠いため。そしてその日は普段6時半で終わる部活を顧問の先生についてもらって7時まで延長してやっていた。途中までは吹奏楽部の練習の音が聞こえていたけど、遅くなるにつれて静かになって、やがて終わったようだった。部員たちが話しながら帰る。声が聞こえた。私たちは、私を含め3人の生徒と先生1人で残っていて、黙々と作業を進めていた。美術部で、作品を仕上げる期限が迫っていたためその日は7時を過ぎてしまっていた。見回りの先生に、早く終えて帰りなさい、と言われたのを覚えている。顧問の先生にも早く片付けるようせかされ、みんなが片付けを終えて帰りの挨拶をする頃には、7時半頃になってしまった。今までも何度か消灯される羽目になっていたけれど、大抵少し過ぎたくらいでたまに吹奏楽部の人と鉢合わせしたりしていたが、この日は遅くなりすぎたせいか誰もいる気配がない。当然校舎は真っ暗で、唯一明かりのついている職員室も第二校舎に邪魔されてほとんど見えない。この真っ暗な中を歩いて階段を降りるのはかなり怖い。こうなると安堵できるのは通路を通った先の職員室から漏れる明かりだけなので、まず2階まで降りるしかない。私たちはお互い怖くないようにくっついて足元が見えない中ゆっくり階段を降りた。消灯される時間ともなると校舎は至って静かで、下の階で生徒が話したり歩いたりしている音も聞こえるほどだったのだが、自分たちの足音が響く音以外聞こえない。この時点で、今この校舎には私たちしかいないと思っていた。しかし、3階から2階に降りている時のことだった。け。突然、下の方から叫び声が聞こえてきた。もちろん私たちは先生も一緒に凍りつく。誰？何があったの？しかもその後走ったり他の言葉を発している様子もない。怖いものを見てしまったとかなら、一目散に走ったりしないか？そもそもこの校舎には私たちしかいないんじゃなかったのか。今の何？知らん。キャーって言ってたよね。何なのやだー。階段の途中で思わず身を寄せ合って固まってしまった私たちに、先生は、試験って来るから、とりあえず2階まで降りて待ってて。と言い、私たちを連れて降りた後、一人確認に行った。もし生徒なら、走って逃げることもできずに座り込んでいるのかもしれないと先生は思ったのだろう。しかししばらくして先生が青い顔をして駆け上がってきた。誰もいない。早く職員室に戻ろう。
まさに背筋が凍った。慌てて第一校舎まで走り、そのまま職員室前でしばらく4人で固まっていた。何だったんですかさっきの。誰かいるのかと思ったんだけど、誰もいなかったのよ。そんなのありえないですよ。完全に先生も怯えてしまっていて、あれは幽霊というような話になってしまった。私も正直そうとしか思えない。特に私は、怖がりだし、すぐビクビクしてしまう方だけど、あれは人だと考えようとしてもやはり人とは考えづらい。もし女子生徒が残っていたとしたら、なぜ突然叫んだのか。二人いて、一人に驚かされたのだとしたら、その後話し声が聞こえるはず。一人だったなら、どのみちその人は何か怖いものを見てしまっているはず。もしくは単に驚いただけなら、走ったり、走らなくてもその場にいるはずだ。しかし誰もいなかったと先生は言う。前置きで説明したように、この時間帯は第3校舎から第1校舎まで戻るには、必ず2階の通路を通らないといけないのだが、しばらく待っても誰も来る気配はなかった。結局その日はそのまま解散になり、次の部活ではみんな割とケロッとしていた。私も平気だったが、夕方以降はやはり少し怖くて、トイレなんかとてもじゃないけど行けなかった。ちなみに第3校舎では、小さい女の子の霊と男の霊がいるというのと、トイレに何か出るというのがもはや相当有名だったらしく、特に一人で練習している吹奏楽部の部員はよく目撃していたらしい。この目撃霊の中に女子高生くらいの女の子というのはなかったが、あれはやはり幽霊だったのではないかと4人のうちでは思っている。長文失礼しました。いつも怖い話にビクビクさせてもらってるので私の一番怖かった体験を書いてみました。今日のオカルトスレ。事故物件って本当にヤバいの？住んでた人いる？リンク。大島テルは見る。オカルトを信じるか否かそれだけ。事故物件に住んでるカズレーザーがブレイクしてるし。むしろ座敷わらし方式で良いことあるかもよ俺は、嫌だけど。認知してたら人によってはよろしくない。知らなければまるで問題はない。大空州で何十万人死んでると思ってるんだ。必ずいるよね。この手の霊出すの、わら。動物は？犬猫は？なお論理的反論はできない模様。不動産としての価値は下がるし何らかの事件だった場合それに巻き込まれることもあるしネットに乗って夜いたずらでピンポンをしに来る人もいるし勝手に入ってくる人もいる。血のりが残ってるのはさすがにだけど綺麗にしてるなら全く気にならないな。&12万8123&12万7875&12万8128 お化け。かわいい。ずっと安いならいいけどせいぜい半年の値引きらしいね。オカルト信じない自分でもそれならあんまりメリット感じない。わざわざ教えに来る近所のババアなんとかならんか。知らずに住んでたのに。それきつい、わら。ババアは一応親切で教えてるつもりなんだろうな。奥のお部屋で孤独死したの見つかったのよ。亡くなってから何ヶ月も経ってたらしいよ。と言われた。告知は、17、みたいなやつも多くて後でトラブルになるから。知り合いの不動産屋は何人住んでも教えてるって言ってた。値段も安いしね。正直においさえ残ってなかったら無問題だろ。幽霊とか信じてるやつはバカ。遺体を埋めていた場所なだけで墓が不気味だとか。しかし疫病や結核や化学系毒で亡くなって埋めた場合や、遺体を分解する細菌が効率よく強力に分解できる能力を持ち、生きている人がその土に触れて問題が起きることもあるかもしれない。昔は多分それをたたりと、孤独死や不幸な死を遂げる部屋や家は何かそれを促す原因があるのかもしれない。
幽霊よりいろいろなおかしな人がたくさん訪問してくるからそっちが大変っていうね。天ヶ崎の電車が突っ込んだマンションどうなった？ JR 西日本が買い取って今は誰も住んでない。住んでるけど何も問題ないよ。ただたまに気候によって腐敗が染み出してくるかな。腐敗は木材が吸い込むんだよな。孤独死とかなら問題なかろう。知り合いの不動産会社はみんな率先して事故物件住んでる。俺も住んでるけど何も問題ない。気になるのは湿気の多い暑い日はなんか生臭いのと綺麗にしててもコバエが大量に出ることぐらいかな。布団、プラス、畳で腐敗や大量の血液体液が出て数日すると、畳を変えた下のコンクリや板にまで汁の跡が残るかもしれない。そしてそこにカビや腐食が、孤独死病死なら別にいい。自殺もギリオケーだけど殺人はさすがにきつい。幽霊系は何ら問題ないけど、強盗殺人系は物理的に侵入しやすいとか犯罪を誘発する要素が物件に備わってる可能性があるから、笑ってばかりもいられないよ。事故物件かどうかはわからないが以前住んでた木造住宅は、最初の10年近くは何事もなかったのにその後女性陣だけに天井から恐ろしい様相した女の霊が出るようになった。その後友人の女性は二度と来なくなり身内も引っ越した男の自分には見えないものの悪いこと続いたので自分も引っ越した。フローリングの床に死体の跡がプリントされたみたいな写真見てゾッとした。床全部張り替えても気持ち悪いな。確かにハエやゴキブリは多いかも。奴らは死臭不臭に異常に敏感だからかな。事故物件でも何でもない普通の一軒家で怪奇現象が起こるっていう通報があって調査したら庭に死体が埋められてた話なら聞いたことある。えらい不自然なエピソードやな。今は孤独死ブームだし今後30年で事故物件が今の10倍以上の数になる。一軒家だと床下に誰かが埋められているかもしれない疑惑とか、古い戸をきちんと埋めずにコンパネを乗せて蓋をして埋めて家を建売して、水の音がするとかコンパネが腐り床下が高湿度で腐敗臭とか、近所の河川の水位が上がると床下の井戸から水が溢れ出てくるとか、昔運送会社で働いてた時丸、そこを借りてたんだけど同僚が遊びに来た時に押し入れ開けたら、大量の黄色くなって干からびたティッシュの山があってみんなたまげた。その後日に休日に昼寝してたら何気なくて置いた畳の隙間から見え晴れみたいなよろっとした顔の、証明写真が出てきた魚っぽい顔で不気味だった前に住んでた住人はどんな人だったんだろう今思い出しても気持ち悪い。再開発で立ち退かない頑固じいさんが、何十年も前に人を殺して家に埋めていたから案件があったよね。時効で罪は問われない。江戸時代の処刑場や墓場の上にマンションが建ってるしな。病院のベッドで何人亡くなっとると思うとんねん。病死と殺人は違うだろ。バラバラ殺人で風呂で解体したマンションとか住みたくない。綺麗に血は流してますよ言われてもルミノール反応でまくりの風呂とか嫌だわ。泥棒に狙われやすい家があるように、付近にいる気違い殺人鬼に狙われる部屋はあるからな。自殺くらいなら気にしないけど未解決の殺人事件があった物件はダメだな。気の持ちようとかじゃなく危険。事故物件なのに告知せず以前と変わらず他の部屋と同じ家賃で貸し出したマンションを知っている。わら。65。だけどでもその後短期間に3家族が入居したけどいずれも短期間で退去してる。怖いのはそのうち最初に事故物件に入居した人が路上での垂れ死んでたこと。危険な隣人の方が怖いよな。事故で死んだなら危険な部屋へ。病気で死んだなら感染症やコンクリ加工がん放射能の影響かもしれない。孤独死ならそのような住民が集まる環境なのかもしれない。避けた方がいいのは確か。
この前一物件の後処理を仕事にしている人に密着した番組やってたけど、部屋の中で死んだ場所から必ず大量の体液が畳を抜けて下の基礎部分の木に染みついていて、その人は一生懸命そこも削ってから処理してたけど、そこまでしないで上塗りするだけで済ます容赦が多いって言ってた。世田谷一家惨殺事件の家はどうしているだろうか。あれくらい有名になったら告知もクソもない気がする。あの家はもう貸し出しとかしてないでしょ。確か林家とかは全部撤去して事件のあった家だけ見分のためか残してるような記憶が。たまに相場より安いの見つけたっていうやついるけど、安いのには安いなりの理由あるよ。気づいてないだけで、場の空気に飲まれたり影響を受ける人はやめた方がいい。駅前一等地でも昔首塚だったところとかで、未だに空。おしまい。